はいどうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、突で MR リシ再販来ましたね。この今放置少女対人戦ナンバー1のキャラクター、初リリースからわずか2ヶ月での再販ということで、まあもういろんな思いの人がいると思いますが、まあおそらく再販になった理由としては、まあこのリシ、まあいろいろバグだったりスキル文言と実際の動きの違いなんかがあって、まあ前回のガチャのタイミングではそれが理由で投与を見送ってしまった人もいて、で結局いろいろあってリシが今のスキルの形に落ち着いたとなった時に、いやそういう条件だったら投与してたよっていうようなね声が多分上がったんでしょうね。まあそこら辺の公平をなくすための再販だと思いますが、はい、今回の動画ではこのリシについてスキルの動きで確定した部分ですね見た上で、現状の環境でのリシの立ち位置どうなのかっていうところ、また登用すべきかどうか含めて、はい、まああくまで私基準の決して正しくもないざれ事ですがつらつらと話していきたいと思いますので、はい、そのつもりで聞いていただければなと思いますが、まずリシのスキル説明に関しては細かい部分分析前編動画後編動画、前回リシが初リリースされたタイミングで出しているので、まあもうかなり細かくリシのスキルの詳細な機微ですねについてほとんど全部映像付きで説明しているので、まあ、例えばこのリシが噴書状態で敵についている燃焼と封印が解除されないっていう特殊な動きについて、リシが付与した燃焼や封印だけでなく別の味方がつけた燃焼や封印なんかに関しても解除されないという動きになるだとか、まあ、かなり他では語られてないような、それでいてめちゃくちゃ重要な部分の説明に関してはリシ分析前編動画だったり後編動画なんかで説明していますので、はい、詳細そちらに譲るとして、今回の動画ではまずざっくりスキルの説明していきたいと思いますが、リシスキル1では HP が高い敵に対して知力値ベース防御無視連撃をしていくキャラクターで、その連撃が終わった後 HP が低い敵4名に対して追加で1回攻撃をしていくんですが、この4名範囲攻撃のタイミングで敵に罪悪燃焼をつけに行くことができるんですね。はいでさらに 20% の確率で2ターンの間敵を罪悪封印にすると。でこの 20% の確率ってめちゃくちゃ低い罪悪封印の確率っていうのは、敵陣に燃焼状態の副将が1名多いごとに 20% ずつ付与率が上がっていくので、燃焼状態の敵が4名もいれば 100% の封印付与になると。はいなんで実際の動きとしてはこんな感じで HP が高い相手に対して連撃をした後、範囲攻撃していくんですが、まあ後のキャラクターほど燃焼の数が増えているので封印にしやすいというような流れになってますね。でもちろん元から封印をばらまいてくれるホートとか、まあ、そういったキャラクターの力を借りれば、まあ、一発目から 100% の確率での罪悪封印も狙いに行くことができると。でさらにまあ罪悪燃焼には敵の生後バフを剥がす機能なんかもついているので、まあ、実質このスキル1は生後バフ剥がし機能付きの敵の足止めもできる高火力な知力値ベース防御無視連撃になると。でさらにスキル2の方は今度は HP が低い相手に対して連撃をしていって、この連撃には知力値ベース防御無視攻撃がスキル1と同じく乗っかるんですが、スキル2の方はさらにちょっと複雑な分岐が用意されており、スキル1で敵にばらまいた燃焼や封印なんかをトリガーにして、まず敵が燃焼状態だった場合にはダメージが倍になる機能がついて、でその裏で敵が燃焼じゃなかった場合のルートも用意されており、その場合には 100% の確率で敵の有益状態だったり生後バフをそれぞれ1つずつ解除と。まあスキル1の罪悪燃焼に関しては生後バフ剥がし機能がついてると言いましたが、それをつけることができなかった相手にはスキル2でもう連撃でもって生後バフを剥がしまくると。はいなんでむしろ罪悪燃焼ついてない方がスキル2の連撃は怖かったりしますね。もう生後剥がし連撃が、まあ、多くの生後バフ耐久系副将ちゃんを死に追いやると。でもう1個スキル1でばらまく封印の方に関してもスキル2のタイミングで敵が封印状態の場合は必ずクリティカルになると。でこちらも敵が封印状態じゃなかった場合のルートとしてはリシの最大攻撃力 120% の防御無視攻撃が加算されますよと。はいことで、まあ、スキル1の封印 20% の確率とかなり確率が低い分たくさんばらまくのが難しいのを逆手にとって、敵が封印状態じゃなかった場合にはこのめちゃくちゃ強力な攻撃力ベース防御無視攻撃を打ち込むことができるということで、はいこちら攻撃力ベース防御無視攻撃ができる副将のその攻撃力ベースダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますが、まず全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山でそうとし直した場合にリシのスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃ですね、なんと全副将の中で第2位というような、まあ、とんでもない威力を誇る副将になってます。はいもう化け物ですね。はい平常運転の範囲内でコンボがある程度決まった場合の黄色い山でそうとし直してみても第2位の位置にリシはいて、で平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑色の山でそうとし直してみるとリシの位置としては下がってこの位置ですね。まあこれは敵が封印状態じゃないとそもそも攻撃力ベース防御無視攻撃が出せないので、まあ下がってしまうと。でさらに青い山に関しては一発も出せないこともあるんで、まあ低く触れる場合は全く攻撃力ベース防御無視攻撃の火力出なかったりするんですが、まあ大体封印そこまで敵陣全体にばらまけるみたいなことはなかなかないので、まあこっちの上の方に割と偏りがちというところですね。はい恐ろしいですね。はいそれだけでなくこちらステータスベース防御無無視攻撃ができる副将ちゃんのそのステータスベース防御無視ダメージ倍率を縦軸に取ったグラフですが、同じく赤い山で見てもらうとリシのスキル1の位置、はい、ここですね、第7位と、スキル2もこの位置となかなか高く、スキル2ここに攻撃力ベース防御無視攻撃も乗るわけですからね、もうわけのわかんない火力になりますね。はい、ちなみに帽子のキャラクター、つまり知力値ベース防御無視攻撃をやるキャラクターっていう見方をすると、リシのスキル1より強い知力値ベース防御無視攻撃が出せるキャラクターはいないということで、知力値ベース防御無視攻撃がよく通る副将にとっては、リシほど怖いキャラクターはいないっていうことになりますね。はい、これ第2位探してみると全然いないんですよね。筋力と敏捷値ベース防御無視攻撃キャラクターは結構上の方に張り付くんですが、帽子となると全然出てこなくなってしまって、はい、水鏡先生のスキル2がやっとここですね。で、帽子だと結構有名な加納栄徳ちゃんのスキル2なんかもここら辺、はい、で、ここら辺からちらほら乙姫だとかいろいろ出てきますが、はい、この知力を使った攻撃において、大きなブレイクスルーを起こしたキャラクターがリシになるっていうところですね。逆に言うと今後まだまだこの基準の知力値ベース防御無視連撃キャラクターっていうのは出てくると思うので、そこにちょっと攻撃力ベース防御無視攻撃なんかが乗っかったら、リシ並みに怖い副将っていうのも平気で出てくるかなと、はい、ここら辺はまだまだ開拓ができる攻め手の部分になるんで、これもあってリシ結構目立っちゃってるんですよね、火力面で。はい、黄色い山でそうとし直してみると、リシスキル1ナンバーワン、スキル2が第3位と、化け物ですね。もうこちらに関しては山が違いますからね、ちょっと。で、これが平常運転の上の方に張り付いた場合になるので、普通に対人戦なんかで戦っててやたら強いなというのはこういうところにありますよね。あんまり無理しなくても効果力が出てしまうと。はい、ここも帽子探してみると、下の方行ってお市の方のスキル2だったり水鏡先生のスキル2、乙姫なんかがこの位置ですね。みんななかなかスキル2まで生存するの難しいキャラクターたちばっかりですね。はい、スキル2まで生存できそうな副将ちゃんで言うと、下の方降りていって加納栄徳ちゃんがここの位置と。はい、なんでおそらくここら辺も将来的には同じく知力値ベース防御無視攻撃で上の方張り付くような副将ちゃんどんどん出てくると思うので、やっぱり中期的な目で見たらリシのこのバカ火力っていうのは、今後個性として薄れていく可能性のある発掘の余地がある感じですかね。はい、筋力や敏捷なんかはちょっとできった感ありますが、はい、なんでもしかしたら、リシみたいなお姉さん系じゃなくて可愛い系の高火力知力値ベース防御無視攻撃キャラクターなんかも出てくるかもしれないのでね、そういうところも踏まえて同様の判断をする人もいるかもしれませんね。はい、緑の山でそうとし直してみても第4位と第5位と、はい、めちゃくちゃ高く、はい、青い山でそうとし直してみても第3位と第7位と、はい、ずっと上に張り付いてますね。はい、一方今知力値ベース防御無視攻撃を受けるにあたって受けるのが得意なキャラクターっていうのがどれぐらいいるかっていうと、はい、一応神髄共鳴スキルなんかで知力値ベース防御無視攻撃のカットができる副将っていうのは、これだけ25体ですね。はい、合計でいる形になってますが、見てみると大体弓将や帽子に偏る形になっており、武将はほとんどいませんね。エリスぐらいしか知力値ベース防御無視攻撃に対して耐性がある神髄共鳴スキルを持ってる副将はいないと。はい、これ何を指してるかっていうと、単純に武将がおおむね利子に弱いってとこですね。で、これまで、俵トータを除けば大体武将がこのゲーム覇権を握ってきたので、そこを大きく崩す形になったのもこの知力値ダメージに対して武将がほとんど神髄共鳴スキルなんかでの対策を持っていないというところもあるんですね。弓将とかで持ってるキャラクターたくさんいるんですが、弓将そもそも耐久が弱いジャンルの副将になるので、神髄共鳴スキルがあったとしてもやられてしまうと、ああいう感じで、なんで結果的にリシの攻撃は武将にも弓将にもだいぶ通ってしまうと。これランスロットみたいなガチガチ系の武将で、さらに神髄共鳴スキルで知力カットができて、あとランスロットの威爆の対防止バージョンみたいなキャラクターが出てくれば、さすがのリシも攻撃通すのが少し難しくなるかなと。でもリシ生後剥がしできちゃうんで、つけるなら白バフでつけないといけなくなりますが、はい、現状こんな感じで、攻撃が通る環境がしっかりルートとして用意されてる中にすっとリシを入れられてしまったので、知力値ベース防御無視連撃の方に対してもなすすべなしとなってますね。で、そこに攻撃力ベース防御無視攻撃も乗っかればもうどうしようもないですね。特に攻撃力ベース防御無視攻撃が凶悪ですね、リシは。そこに対して運営さんも核挙兵みたいな、復活もある程度できて、なおかつ知力にある程度強いキャラクターなんかも出してきてますが、今一歩届いてませんね、まだ。で、おそらく運営さん的には帽子相手には弓将がじゃんけんで勝つような形を作りたいのかなと。ここら辺見たら一目瞭然でわかると思いますが、なんで将来的に武将に対してこの知力カットをつけることはなかなか出てこないのかなということで、そこら辺考えるとやや絶望気味ですが、おそらく対策としては白バフで帽子からの攻撃を 80% カットとか、そういった俵トータに対するランスロットみたいなあからさまなやつが出てきたりするでしょうね。でもそんなところよりこのリシの怖いところは、はい、この一番下ですね。はい、このパッシブ3で解放されるスキルがこのリシを化け物をたらしめる形となってしまっており、出陣時10ターンの噴射状態になって、はい、噴射状態の場合ダメージが 50% カットと、これも十分硬い耐久性能になってるんですが、この後ですね、自身が致命傷を受けた時噴射を1ターン消費して致命ダメージを無視と、ああいう致死ダメージ無視効果がついており、はい、この回数なんと4回まで発動可能ということで、脅威の粘りを持ってるだけでなく、はい、ここからが大問題なんですが、致死ダメージ4回無視しながら HP 回復して場に戻ってきて、そのタイミングングで異常状態も全て解除して戻ってくるんですが、それだけでなく、そのタイミングで敵陣に燃焼状態または封印状態の敵が1体でもいれば、一旦の間リッシュが攻撃状態になって敵のクリ率を 15% 上げた上でクリティカルダメージが飛んできた場合には完全に無視すると、ノーダメージでクリティカル攻撃は全て終わらせてしまうという、チート級の耐久手段をこのリシュは持っており、これがあるせいでリシュがぶっ壊れキャラクターになっていると言っても過言ではない、先ほどまでの火力面の説明なんかも、正直かなり強いキャラクターですが、グラフなんか見てもらえれば分かる通り、割と現実的の範囲内ではあるんですね。同じぐらいの知力攻撃ができるキャラクターがいないだけで、火力面は全然現実的な範囲内の復唱なんですが、耐久面の方がおかしなことになっているということで、ここを攻略できない限りリシュの対策にはならないということで私は思います。で、今回運営さんの方でリシュを再販するきっかけとなった問題の箇所が、この一旦の間攻撃状態になりの後の括弧ですね、状態中初回行動後残端数が変化しないという一文が追加され、リシュの抗議の挙動が明文化されました。実際にこれどういうことかっていうと、状態中初回行動後残端数が変化しないというのは、抗議になった後、リシュのスキルだったり通常攻撃を初めて迎えた終了時には抗議が切れないという動きになるっていう意味ですね。ちょっと映像で見ていきますか。今敵陣に罪悪封印だったり罪悪燃焼がある状態で、リシュが1回落とされて場に戻ってきた時に抗議状態になりました。ここからもうクリティカルダメージは完全カットと、もう全て受け付けないんですが、ノーマル攻撃は受け付けるんですけど、クリティカル攻撃は全てマイナス1と全く受けない状態で、今抗議一旦なんで、これリシュの攻撃が終わった後抗議終わるはずなんですが、見てもらうと、リシュの行動後も抗議が一旦残るという形になり、その後も敵のクリティカル攻撃も完全に防いじゃうんですね。この延長一旦がめちゃくちゃ対人としてはやりづらく、その後のノーマル攻撃で今やっと外れましたが、ここからは攻撃が通るという感じで、実質2ターン抗議状態になって、もうその間クリティカル攻撃全然受け付けない形になるんで、下手したら敵のスキル1とスキル2両方とも全くもう受け付けないみたいな形をできてしまって、スキル1とスキル2が両方とも効かないとなると、副将としては個性の発揮のしようがないということで、化け物であると言われてるわけですが、もうちょっと深掘って見ていきたいと思いますが、この講義に関してはリシュがスキル1で攻撃中に、例えば敵の反射なんかで1回落ちて、自分のスキル1の最中に攻撃状態に今入りましたが、この場合はリシュが自分のターンを迎えながら攻撃状態になっているので、この後スキル2までの間ですね、噴射の単数発端のまま、特に誰にも致死ダメージを受けることなく、安全な状態でスキル2まで、めまいなんで足止めされてるんで打てませんが迎えるとして、この場合どうなるかっていうと、ちょっとリシュの攻撃の単数だったり噴射の単数に注目してもらいたいんですが、2ターン目リシュの行動後終わり抗議がなくなって噴射は7ターンになると、わずか1ターンで抗議が終わりました。つまりリシュ自体が攻撃中に反射なんかで抗議状態になった場合には、抗議の単数は実質1ターンしか持たないという形になります。なりますが、これも細かいこと言うと、例えばこんな感じで攻撃中にまた抗議状態に敵の反射でリシュがなった後ですね、これスキル1を終えて抗議状態になりましたが、この後敵の攻撃なんかで1回でも致死ダメージを受けた場合どうなるか見ていきたいと思いますが、噴射単数発端からナタの攻撃で7ターンになって、今致死ダメージ無視1回やりました。でこの後も致死ダメージ無視受けながら何回も死を回避してますが、この状態でスキル2を迎えた場合どうなるか見ていきたいんですが、スキル2打ち終わった後、残念ながらリシュの攻撃の単数まだ一旦残っているということで、初回反射によって致死ダメージを受けた際の攻撃は次のリシュのスキル2のタイミングで外れるんですが、スキル2までの間に敵によって別途致死ダメージ無視を受けたので、その際に見た目上分かりませんが攻撃一旦が再度発動しており、その再度発動した上塗りされた攻撃に関してはまだ1回もリシュのスキル発動っていうのを迎えていないので、初回行動っていうのがこのリシュのスキル2になってしまうという感じで、結果的に結構約2ターン続く攻撃状態にリシュがなってしまうケースが多いんです。これは硬すぎると、この2ヶ月間いろいろありましたが、結局落ち着いたのは今みたいな形ですね。講義の効果を最大限発揮する形でスキル文言の方を調整するというような結果となりました。これ心情的にはただでさえぶっ壊れてるリシに一旦も講義が延長されてしまうっていうのはさすがにやりすぎなんで、できればやめてほしいなと思ってましたが、でもその当時は明言されてませんでしたが、講義が2ターン続く状態で販売してしまったっていう実績があるので、逆にそれを下方修正して、やっぱり講義は1ターンしか持ちませんという形にしちゃうと、購入した人からしたら2ターン続くと思って購入したのにと、金返せとなってしまう可能性があるので、ここはスキル文言の方修正するしかないんですよね、運営さんの選択肢としては。っていうところもあって、このアンバランスな講義が今野放しになっているというところが、現在のリシュの位置づけなのかなっていうところで、結論としては今放置少女最強のキャラクターはリシュであり、登用するかどうか悩んでる方の判断基準としては、もう闘技場や対人戦、あと城戦ですね。城戦も化け物なんですが、かなんかで活躍したいのであれば李斯が正解という形になるので、現時点でも対人戦においてはおすすめ度No.1の副将になりますね。はい、ただしこれはあくまで現時点での話になるので、まあもうこういうゲームは必ずインフレが起きていくものになるので、はい、絶対李斯対策キャラクターっていうのは今後出てきます。で、そう考えた場合に、まあ、李斯初回で登用した方は少女の書斎だとか少女の成長なんかで育成の補助がついていたので、まあ、割とコストを抑えた上でこの強いキャラクターを登用して育てることができたわけですが、まあ、今から登用する方はそこの恩恵が得られないので、まあ、もしかしたら頑張って登用して育成コストももろにかけてやっと強くなったって頃にこの李斯対策キャラクターが出てくる可能性大いにあるんですね。まあ、というのも大谷氏が再販されたすぐ後モルドレットが出てきたりと、まあ、このゲーム歴史をたどるとアウグスっていう、まあ、李斯以上に長い間一強だった副将ちゃんの再販があったその瞬間にアウグスを超えるコアレの大谷氏っていう副将がリリースされたりで、その大谷氏ってキャラクターがまた次再販されるタイミングでみんながやっと大谷氏が再販されたぞと飛び乗ったところにモルドレットというそれを超える副将ちゃんをリリースしてきたりと、はい、まあ、歴史をたどれば強い副将の再販時にはその後それを超える副将ちゃんのリリースっていうのが割とついて回るゲームになるので、まあ、この李斯の再販っていうのももしかしたらその末路をたどる可能性があると、まあ、ただちょっとこの李斯の場合は運営さんのスケジュールというよりはバグなんかの関係で再販を早めなければならなかった背景なんかもありそうなんで、まあ、去年同じく陽線が初版売った後すぐ再販されてっていうことがありましたが、その後別にぶっ壊れキャラクターが出てきたっていうことはなかったんで、まあ、陽線パターンかなというふうに私は思ってますが、まあ、ただ、まあ、それとは別にモルドレットが出たすぐ後この李斯が出てその当初環境最強だったモルドレットをわずか1ヶ月で上塗りしてしまうようなインフレの加速がこのゲームで見て取れるので、まあ、全然6ヶ月とか待たずにこの後李斯を超える副将ちゃんが出てきてもおかしくないとも言えるので、まあ、こればっかりはもう誰も分かりませんね。まあ、確実に言えることは1体や2体李斯を超える副将ちゃんが出てきたところで、まあ、デッキから李斯がすぐにお役御免になることはないってところ、まあ、李斯はかなり長い間おそらく多くのプレイヤーさんのデッキに居座るキャラクターになるので、まあ、完全に無駄になるっていうのはだいぶ時間が経たないとならないのかなっていうところで、まあ、今の時点で購入しての失敗っていうのは特に課金できる方にとっては可能性は低いのかなと。でやっぱりこういう時に一番悩まされてしまうのは無備課金のプレイヤーさんだと思いますが、まあ、無備課金のプレイヤーさんはまず今回は少女の成長とか書斎がないので無理して取るのは絶対におすすめしないし、この後すぐ李斯を超えるぶっ壊れキャラクターが出てきた時の精神的ダメージ課金者の人と違って力ずくでそのぶっ壊れキャラクターを取ることはできないので、まあ、そこを考えるとどうせゲームっていうのはインフレしていくのでそこまで無理して取んなくてもいいかなと思ってますね。まあ、どちらかというとバッファーとか戦役ボスなんかを進められる要素の副将ちゃんを集めていった方がいいかなっていうのが私の意見です。まあ、もちろん登用してもめちゃくちゃ腐りづらい副将だと思うので、まあ、失敗にはならないでしょうが、まあ、あとは放置少女はスペックだけでなくキャラゲーの要素も強いんでいくら強いとはいえこのキャラクターを好きになれるかどうかですよね。まあ、特にそれは上位互換だったりこのキャラより強いキャラクターが出てきた時にそれでもこのキャラクターに愛着を持てるかどうか、まあ、特に無備課金の方なんかでなかなか副将登用できない方ほどそういうところも重視した方がいいかなと私は思ってます。はい、なんで結論を言うと課金できる方はもう今取って間違いなしですぐに上位互換が来ても課金すればいいので OK で、無備課金のプレイヤーさんは見た目はもうキャラ自体が好きなら間違いなく GO であんまりキャラ的に好みじゃない方はどうせいつかもっと強いキャラクター出てくるんでそれまで戦役だったりボス戦用の副将をちびちび集めるという行動を取った方がいいのかなと思いますね。成長サポートもないし、はい、ということで、まあ、あくまで怠け者一体の偏りまくった偏見的な考え方ですが、まあ、聞き流してもらえれば嬉しいかなと思います。はい、ありがとうございました。おす